じゃあプロでなんかこう衝撃を受けた選手は誰？対戦相手だと、うん、あのすごいね、ペイボー選手めちゃくちゃいいんですけど、その時京都の監督は最初はゲルト演奏、ゲルト、はい、何年？2003年です。あ、じゃあレッツ来る前か、ちょうどゲルトが。そうですね、そうだよ。フリューゲルスの後に京都来てるって、そうなんじゃないですかね。そうそう、だから2004年でギドさんになって来て、フーターも一緒になってヘッドコーチ、そうですよね、半年間でしたよね、ゲルトは。その後が、その後が、ピムトス、ピムファー、大宮の監督やった話です、ね、はい。その時、京都の強化部は Q さん、いえ、違います、木村文治さん。あ、文治さん、フリューゲルスだ。そうです、文治さんだったんですよ。文治さんが強化部で、Q さんはもうちょい後ですね。はい、そっか、京都はどうなの、その任天堂と京セラと、世界に誇る企業ですよ。日本京セラだよね、でもね。そうです。アクはやっぱりめちゃくちゃ強いんですけど、それがゆえにやっぱり難しさはありますよね。うん、どうしてもその京セラから社長が出向で必ずこう来て、サッカーを知らないんで。そうです。現場がこういうふうにやりたいって言っても、京セラのオーナーの岩森さんの最後が OK が出るか出ないかで、全てが決まってしまうので、ありがたい一方でそういう難しさは京都は。あったかなと思いますね。まあ、多分京都だけに限らずだったと思うんですけど、それはもうね、大企業がオーナーというのはみんなこと、しょうがないですよね。じゃあプロでなんかこう衝撃を受けた選手は誰？対戦相手だと、あのすごいね、ペイボー選手めちゃくちゃいいんですけど、一緒に同じチームでプレーして一番衝撃を受けたのはやっぱりイエナガーですね、フロンター。すげえなと思います。当時は自分も現役だったんで、彼に対して思うこととか負けたくない気持ちとか、うん、そういうのがあったんですけど、やっぱり改めて今振り返ってみてもそうですし、大宮の時、そうです、大宮の時2年間一緒に行くんですけど、うん、今のあの年齢でのプレーとかを見て、技術と、まあ、強さとセンスとなんか全てのものですごい選手だなって僕は思いました。いや、それはもうだって大宮はだって言えないのがいたから周りが生きたっていうぐらい、うん、あのキープする時間を作れるのは、ね、なかなか日本人じゃいない、ね、いないですよね。一人でも時間作れますし、そうだね、周りを使うのも、ね、そこでさ、まあ、家の中に移籍してフロンターレ行って、結局俺今でもフロンターレやっぱり言えなかったなと思う。ああ、そうですね、うん、去年もそうだし、まあ、NBA 取ったりするけど、はい、やっぱりすごいよね、うん、すごいです。高校時代、問題レベルだったらもう分かるよ。そうですね、うん、すごい、あれ言えなら、そうだね、はい、どうなんですか、代理人、まあまあ、結構やってる人の作品もそうだけど、やってるけどさ、はい、だ選手側からしたら、やっぱ代理人って大事やん。はい、でクラブ側からしたら、いなくてもいい、そうですね、って思うし、はい、J1 はいいけど、J2 って、岡野がいつも送ってる。どういう意味ですか？代理人のために移籍させてんだろう。ああ、そういうことですか。そういう人も多分いるのかもしれないし、そうですね、選手の給料は上がらないけど、移籍させれば自分の後輩に入るんじゃないですか。はいはい、だから選手が代理人と契約するわけじゃないですか。そうですね。で、まあ、それで残ればいいよっていうアドバイスするわけじゃないですか、いろいろ。はい、そうですね。なんかこれって、本当に代理人の思いとか、それぞれだと思うんですけど、まず代理人っていう仕事はめちゃくちゃ大変だなと思います。というのも、フィーをいただくのは選手の年俸からなんで、年俸は本当に何パーセントかなんですよ。何パーセントだ？決まってないんですよ。決まってないんですけど、大体推奨されてるのは 3% とかなんですよ。なので、1000万の選手でも 3% は30万じゃないですか。で、1億円プレイヤーなんて今ほぼほぼ AI です。まあ、J1 の選手で何千万っていうふうにもらってる選手がいるんですけど、やっぱり選手とクラブって対等な立場なはずなんですけど、どうしてもクラブの方が立場的に強くなって、契約交渉の場でいうと選手の方がどうしても弱くなってしまう。でなった時にその契約交渉のプロである代理人がいた方が選手のためにも強くなると思います。そうですね。
で代理人はなんかクラブに被害をもたらせたいと思ってるわけではなく、うん、クラブにとっても選手にとってもお互いウィンウィンな関係、利益をもたらすようなことを考えてます、うん、なので例えばじゃあ浦和レッズの下部組織からなってきた選手がいて、その選手がゆくゆくはじゃあ海外に来ていくようになった時に、だからこの選手一人だけの力なんてもちろんいけると思うんですけど、ヨーロッパの代理人が入ってきてなんか変なのになってしまうと思うんですけど、日本の代理人がつくことによってちゃんとこの選手もヨーロッパに行けたりとか、あとはクラブに対しても育てて送り出した選手で、それに見合った移籍金とかが、あ、そうですっていうのは多分代理人のできる仕事で、じゃ海外に行くのはやっぱ必要になるじゃん絶対。そうですね、そこはね、はい、だそうですね、で選手側からしたら絶対必要よ、ありがたいよ、あったと思った方がいいと思いますね。俺らのこと、俺いたらだってつけてますよ、いろんな円満なことがあったと思う。ああなるほど。俺はもう仙台じゃない、レッツやめるときにもうベルマーレ行くつもりだったから、 J リーグだったし、はい、でベルマーレにも、まあ、先輩がいたし、こんな話もしながら、はい、裏で動くっていうかさ、バッキングの電話で話すってないじゃん、はい、ちゃんとお伺いしてくださいよ、はいはい、で次聞いたら僕はない、仙台しかないって言われて、と思ってまた聞いたら、いや移籍金かかるって言われたからさ、あ移籍金は払えねえよ、なるほど、分かりました。でまあ俺的にはまあ泣く泣くじゃないけど、できれば仙台じゃなくてベルマーレに来たかったし、そうですよね、地元だったし、でも、まあ、そう言われたらしょうがないじゃん、はい、そしたらビッティが電話があって、ビッティがどうですか、やりましょうじゃないです、ソフトフです、給料上がったし、あ、そうですね、で行ったら行ったら仙台行って、まあね、未知の世界そんなわけですよ、まあ、関東の人間したら、はい、でも、まあ、雪は降らないよそんなに、なんつって、で、まあ、決まって物件探しで、まあ、仙台のチームの人に紹介された不動産屋さんの人の電話番号を聞き、じゃあ仙台駅から電話しますね、つ、まあ、関東は全然天気良かったから、うん、まあ、結局ニュースにこう行った、でボケーとそこに行ったら、まあ、遠くから福島だでさ、ふうになるゲートですね、ちょっと待てよと思って、いやいやまさか仙台はなって、今は多分調べるけどさ、そんなのなかったから仙台行ったの銀世界なの、道を振ってちゃって、そうで、まあ、不動産屋さんと合流して、いやこんなメニュー仕事がいいですよって、仕事が来るんですねでもう不動産何件かこう行った時に、あもうこれいいですって決めて、まあ、1月末に行くんですよね、でまあ確かその時雪は降らないんだけど、降る時はやっぱ降るからさ、うん、東京そうですよね、いやすっげえだもん、前見えないんだろ不動産屋合流して、こんな風ですよ、今日はね多いですねなんつってさなんだよみたいな、でもまあ2年しかいなかったけど楽しかったな、まあ、リップでやるのもあるし、いろんな仲間と思いますね、うん、でこれがまあ遺跡ってこういうことだなと思ってさ、今でも仙台繋がってる仲間もいるし、でもいいですよ、うん、まあ、これ多分サッカーだからいいのかなって思うんですか、そうですね、うん、変わっていませんよ。ああ！